ヘルパーツアップキャプテントラジオです。今回は詠唱中に軽減を入れないと意味がない軽減の仕組み解説とヒーラーたちの悩みまとめというテーマでお送りします。ヒーラーに関するお悩み3ついただいております。1つ目、詠唱中に軽減入れないと意味がない質問読み上げます。こんばんは。軽減の使用について教えていただきたいです。私は現在極バリガルアマンダを周回しており、ヒーラーが大変みたいなのを聞いていたんで、各種軽減もしっかり入れるようにしてます。過去に先輩ヒカセンから敵の技への軽減は詠唱中に入れないと意味がない的なことを聞いた覚えがあるので、トラルディザスターやマウンテンファイアの詠唱中に入れ、以後もリキャごとに詠唱がある技へ入れるようにしていました。ただ実際に周回していると、マウンテンファイアの途中からタンクバフが消えてきたあたり、3連続頭あり、スカージ・オブ・ファイヤーなどで軽減を入れてるっていう人をよく見ます。どちらも詠唱後または詠唱がない技なので、技自体には軽減が効かないと思っていたんですが、絶称号持ちが使っているのを見たこともあったので、自分の軽減使用への認識が間違っているのかなと思い質問しました。自分の認識通り詠唱中に入れないと意味がないのか、それとも技によっては効くのか。詠唱なしの技ならオートアタックへの軽減と同じ扱いになる。ゼロムスのビッグマンのような複数のデバフがつく技にも詠唱中に入れればそれぞれ効くのかなどなど、軽減の使用について教えてもらえると嬉しいです。はい、という相談をいただいたんですけど、結論から言うと認識の違いがありまくりまくりスティ。確かに敵の詠唱中に軽減を入れないと効果がないのはない、それはそうなんやけど、その先の認識に違いがあるっていうことで、それはその技に対して軽減が入るかどうかっていうこと。はい、多分質問主はその技の詠唱中に軽減を入れないと軽減そのものが発動しないっていう認識でいると思うんやけど、その絶称号持ちが伝えたかったのは、軽減やバリアは敵の詠唱が終わってからとか終わる直前に入れたとしても、その技のダメージに対して軽減の判定が入らなくて無駄になってしまうよっていうことが言いたかったはず。かといって詠唱中に入れなかったから全部発動せずに無駄になるのかっていうと、そういうわけではなくて、ただ単にその技にだけ間に合わなかっただけで、その後にも軽減とかバリアは各スキルの効果時間分はちゃんと入るから、仮にすぐにもう一回ね全体攻撃してくるとかであれば、1回目は軽減できなかったけどこの2回目の攻撃に対しては軽減できるよねっていう話。つまり簡単な話、敵の詠唱が終わるまでに軽減を入れとかないとその技に対してはダメージを軽減できませんよっていうわけなので、この仕組みを理解していれば逆パターンもいけるよっていうことで、仮に敵がどんな攻撃をしてくるかを理解していれば、もっともっと事前にバリアを張っておくってことができて、余裕を持ってダメージを軽減することができます。これがバリアヒーラーの醍醐味。質問にあるバリガリアマンダに触れていくけど、マウンテンファイアっていうね、タンク両方に交互で強攻撃してくるっていうものがあるけど、タンクは最初の方に防御バフを使って大体の人は軽減してます。ただこの攻撃回数がめっちゃ多いし攻撃時間も長いので、だんだんとこう防御バフも消えてくるから、後半に関してはタンク自身が使えるものが少なくなるということなので、ダメージが痛い後半に合わせて軽減を入れると無駄なく楽にできるっていうのと、 HP が高い状態でその後に続いてくる4対4の3連続頭割りに挑めるということになります。逆にこの強攻撃でタンクの HP がごっそり削られてたら、そっちに注意を持っていかれて HP を戻さないとってなって、その後の3連続頭割りのこの軽減準備がおろそかになってしまうという悪循環にもなるから、ダメージを軽減するのは痛いと感じるところを中心にできるだけ事前に準備しておくっていう風に考えれば、ギミック処理も楽になってきます。ちなみに軽減の考え方っていうのは2通りあって、 HP とは別に耐久力のあるバリアを張って軽減するっていうものと、タンクの防御バフのようにダメージを何パーセントか軽減するもの。大きくこの2つがあって、ピュアヒーラーとバリアヒーラーとかでもジョブによってはね、数とか特性も違ったりします。白魔導士と先生術師は軽減というよりかは減った HP を戻すのがピュアヒーラーの仕事なんで、軽減系は数少ないものの性能がやっぱり優秀なものも多いから、この辺を無駄なく使うことが大事で、この軽減というワードは学者と賢者がメインになってきます。ただジョブごとに若干癖があって、学者はバリアは強いが単体とかの被ダメージ軽減が少なかったりとか、賢者は学者と比べると瞬間的なバリア力では劣るけど軽減かつ HP の回復が強いっていうのがあって、で両方とも言えるのは、何も事前にダメージを軽減することだけが仕事じゃなくて HP を戻す手段も兼ね備えてるから、これをどう駆使するかで立ち回りも変わるでしょう。仮に HP がごっそり減ったとしても誰も死ななくて HP が戻って回復していれば問題ないっていうこと、例えば学者だったら単体の非ダメージ軽減する手段は少なくてもエーテルパクトっていうね、短時間だけどものすごい継続回復をできるっていうのがあったりとかして、これをタンクに投げるだけでも減った HP を大きく戻したりできます。ちなみにピュアヒーラーが相方とかで回復主体に動いてくれるんであればね、ごっそり減った HP を戻してくれるってこともあるから、その分軽減に集中できたりと、相方次第で立ち回りが変わることもあるというわけ。そして最後にドット、継続ダメージの軽減についてですけど、多分質問主は全体ダメージかつ全体にドットが入る時の軽減に迷うっていうのがあると思うんやけど、継続ダメージって例えばね30秒間付与されたとしたら3秒に1回ダメージが入る仕様になってて ×10 回で30秒で、この3秒ごとにダメージを軽減しなければいけないのかっていう悩みだと思うけど、実はこれ最初に避難した時にダメージの軽減の判定が入るから、例えばね事前にダメージを 10% 軽減するものを全員に入れておけば、最初の避難ダメージとその後続く継続ダメージ全てに 10% 軽減が入るから、最初に軽減さえできてればあとはね継続してダメージは食らうものの最後まで軽減されるよっていうことなので、軽減はできるだけ事前に入れといた方がいいよっていう話でした。とは言ってもボスやコンテンツによってはめちゃくちゃ長いっていう詠唱があって、詠唱前半で入れると効果を切れるのが早すぎたりとか、逆に詠唱がどちゃくそ短いやつもいるから、そうなれば詠唱入ってからでは間に合わないから、むしろ詠唱に入る前に先読みして入れとくものがあったりするから、それはコンテンツに通って連動を高めていくといいでしょう。あと周回パーティーとかであれば一応戦闘風になりにくいパーティーのはずなんで、迅速魔を移動しながらの回復したい時とか、連続頭割りの間に差し込みたい時とかに確定で使うと安定しやすかったりします。はい、そして2つ目のテーマ。先釣り DPS よりも気になるノンストップタンク。質問読み上げます。最近コンテンツでの先釣り問題が話題になっていますが、私が思うことはヒーラーや DPS の先釣りよりもスプリントでノンストップで1人突っ走っていくタンクが多すぎるということです。このことについてご意見をお聞かせいただければと思います。私が先生術師のレベリングで 97ID、コンテンツファインダーで行った時の話ですが、ナイトの動きがあまりにも急ぎすぎていて、他 DPS2 人はどう思ったのかは分かりませんが、ヒーラーである私はすごくやりづらかったです。途中スプリントは絶やさずボスを倒して宝箱から装備をロットしようとしても、気づいたらかなり遠くへ1人で行ってるし、敵が残り1匹になって体力半分ほどになった時は残り3人の攻撃が届かないほど先へどんどん持っていく、1人でどんどん敵をまとめて先に進んで、3人もスプリントを使って追いついてもタンクの体力が半分以下になんてこともありました。コンテンツを早く終わらせたい気持ちは分かりますが、敵を持って1人でどんどん進んでいっても攻撃も回復も届かずタンクが落ちる可能性も高まるので意味がないと思います。私もタンクを使っていて道中スプリントを使う場合もありますが、他3人の回復や攻撃が届くよう距離は保っているつもりです。それともこれが当たり前の光景でヒーラーである私が呪いだけなのでしょうか。このようなタンクに当たった時にはヒーラーや DPS はどうするべきなのか、タンクで行った時はスプリントでの進行はどうすればいいのか、トジオさんのご意見をお聞かせください。ってことでこの方の悩みちょっと要約してみると、先へ急ぎすぎるタンクがいたっていうことで、その後ねボスを倒した後の宝箱とかも待たずにどんどん先へ行くと、で雑魚戦中残り1匹になればもう次へ走っていくと、でパーティーメンバーが遅れていようが待たずにまとめていく、そして他が攻撃も回復も届かない距離まで走ってしまうと。でこの方の悩みはこれは当たり前のことなのかっていうことと、ヒーラーである自分自身が呪いだけなのか、でこういったタンクに遭遇した時はどうしたらいいのかってことなんですけども、自分も質問主と同じで意味ないと思います。でこの行為は当たり前ではないけど、いるこういうタンクちょくちょくてか、たまに遭遇することがあるし、っていうかねまとめ狩りしてる時点で残り1匹やとしても倒しきらないと次の道が開かないってことが多いから、マジで意味がないと思うんやけども、考えても無駄かもしれません。仮にものすごく急いでんだとしたらなんでゲームやってんだよって話やし、トイレ行きたいのかちょっとねわからないんですけども、この行動前提でパーティー組んでたらまだしも、不特定多数の野良でね強行してるっていう時点であんまり何も考えてないんだろうなーっていう話じゃないかなと。ある程度検証した結果でこっちの方が早くてみんなの負担が減るっていう根拠があるならいいけど、野良なら基本カオスになるだけやからね、あんまりこの行動はおすすめはできないとは思います。なのでねこれね周りが遅いとか呪いとかじゃなくて、あらかじめ走り続けるってことを決めてる人やから、何の照らし合わせもしてないから、それは噛み合わなくて当然でしょっていう話なのかなと。そんでこんなタンクの時どうしたらいいのって話やけど、この手のはねいつも言えることやけど、その場で声をかける、これで大体のことは解決できるはずです。その上でまだ突っ込むようだったら、日本語通じないからそのまま進行するか、どうしても許せないなら除名投票を入れてみるとか、そんぐらいしかないんじゃないかなと思いますが、ちなみに自分がタンクで行く時のスプリントの使い方は、スプリントを使う時に味方が見えるところ、もしくは近くにいるかどうかで、近くにいたらスプリントを使っても相手もすぐに追いつけるし、仮に大きく離れていたとしてもまとめ狩りだったら1グループ目で範囲攻撃を少し多めに入れるとかで調整は可能です。あとあんまり野良に求めないっていう方がよくて、基本自分の思う通りにいかないところがほとんどじゃないかなとは思ってます。そして最後のテーマ、いろんなヒーラーには触れた方がいいのか、質問読み上げます。はじめまして、自分は最近14を始めて2ヶ月ほどの新米光の戦士です。キャプテントラジロー S の解説動画などをいつも参考にさせていただいてます。わかりやすい内容で助かっています。自分は最近行月のフィナーレ編までメインクエストが進み、初期から使っている竜騎士がそろそろレベル100近くになってきたため、白魔同士を育て始めたんですが、味方に貢献できるプレイスタイルが好きなんで、ヒーラーで遊ぶのがすごく楽しいです。そこで質問があります。今後様々なコンテンツに触れていく上で、同じロールでも用途によって使い分けるために複数ジョブ習得しておいた方がいいのか、もし習得しておくなら自分の場合は白魔同士とは違うバリアヒーラーどちらかを習得しておいた方がいいのか、同じピュアヒーラーでも育てていいのかお聞きしたいです。ということで、どのコンテンツを触れるかによって変わってくるんやけど、ノーマルコンテンツやればもうとりあえず好きに遊んでるし、好きにジョブ触ってなんかこう試しながら遊んでみるとはいいとは思います。ただ高難易度に挑むんであればヒーラー全ジョブできた方が攻略はしやすいっていうのはあるし、別に1個しかできなくても攻略は可能になっていますが、ただ霊式とかになってくると相方ヒーラーとヒールワークの相談する時がたまに出てくるんで、これ野良でもあったりするんやけど、その時に知っているか知っていないかで対応に困るっていうのがあったりします。例えばやけど、自分が白魔同士で参加してて賢者が相方だったとしましょう。で霊式は全体ダメージが痛い場面が連続であったりするから、片方のヒーラーだけでは耐えられないっていうシーンがあったりします。そこで賢者がここのダメージ痛いけどその後も痛いから、とりあえずケイラだけ使ってあとはヒロソフィア使っておきますねって言われても、これ賢者使ったことなかったり知識がなければ、何ですかその海外のおしゃれな料理名でありそうな名前はってなるじゃん。これ賢者使ってる人だったら HP を大きく戻すための立ち回りだねってある程度理解できるとは思うんやけど、知らないとマジで意味わからんから、じゃあ痛そうなら自分も白魔同士だからここでテンパランスとかベル置いといたりとか、インゲンメディガまで打って、でさらにガレス打っときますねみたいな、相方含めて超絶オーバーヒールしちゃうと次の痛いところでお互いリソースがなくて困るみたいなことになるから、いろんなジョブを使ってそのスキルとかアビリティを理解している方が自分自身が楽になるっていうのはあります。とはいえ白魔同士のベースは減った HP を戻すっていうのが仕事やから、それさえできていれば、あとは攻撃にも意識していれば霊式はだいたいクリアできるようになってます。あとどうしても他のジョブをなんか触る気が起きないとか、時間がなくてレベルが上げられないとかであれば、せめて他のヒーラーの重要どころのアビリティの内容くらいは覚えておきましょう。細かいところ全部覚えろっていうのはいきなりは大変やから、効果が大きいものを覚えておくとよくて、リキャスト時間が120秒とか180秒とか長いやつがそれが効果の高いものになっています。でこういった効果の大きいものっていうのを覚えておくだけでも、そこに強いのが入るんだなら自分は違うところで使おうって考えるだけでも大きな進歩なんで、そこから始めてみるのも OK。 一番早いのは霊式をサブジョブで練習するのが一番の修行になるとは思うけども、5区でもいいです。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ようそろー。